演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらネスレバラエティセットでずっと残っていたこのアイス4種類を飲みたいと思います。4種類じゃないな、これは同じやつだ。3種類を飲みたいと思います。で、アイスレジの氷がということで悩んだのですが、今回こちらステンレス製の溶けない氷買ってみました。これで飲むっていうのはまあ楽しそうですね。てか、あーやっちゃったトング、いやトングも凍らせといていいのかもしれないけど、これ外すの忘れてた。あーやっちゃったな。これでは氷はどのくらい入れたらいいのかな。まあとりあえずはほど入れてみました。これはこんな感じですね。ではまずこちらのレギュラーブレンド飲んでいきますね。かなりちょっと氷が足りなかったかな、まだぬるいですね。でもまあ飲んでみたいと思います。あれ、これはやっちゃったかな。まあコーヒーとしては美味しいけど、分量上、なんか分量がものすごく少ないんですけど、入ってるように見えないですね。ま、飲んでみても分かりますね。では飲んでみます。やっぱりやっちゃった感があるな、これ。次は最後はこちらアイスコーヒーブレンド、こちら飲んでいきたいと思います。キミキミが難しいのかな、熱も伝わっちゃうから、ちょっと考えないとな。冷やしが甘かったのがちょっと思ったより冷えなかったですね。次はもうちょっと冷やしてからやったのかな。それとも熱いものを冷やすには向いてないのかな、ストレートじゃなくてステンレス製の氷。でもコーヒーとしてはどれもすごく美味しかったです。割と濃いめで苦めがで大人の味わいですね。なのでもうちょっと氷の方で考える必要があったかもしれませんが、どちらも美味しかったのでコーヒーは全てこちらの点数とさせていただきます。こういうのいいですね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。